はい、どうぞ。アネロン安定の良い飲め、おはようございます。今日はですね、桜島で浮かんでおります。で、今日はキャンプ用にスルメを食べたいということで、嫁さんがで、イカを釣りに来ました。まあ、秋イカシーズンにしてはまだちょっと早いんですけど、まあ、いたらいいなということで、今日はイカメインで、あと途中でね、寝魚とか狙ってちょっと遊んでみようと思います。まあ、エギは特にこだわりはないんですけど、ちょっと音のするのを買ってみました。3号ですね。けどちっちゃいなぁ、結構。うわぁ、新子サイズ。かわいいけど持って帰ろうかな、刺身が美味しいもんね。手のひらサイズでーす。何だった。何だったかな今の。めちゃめちゃ引いたんだけど、ちょうどまた下になんか反応があるわ。ジグ入れてみよう。これは大変だ。風がなくなっていく、どん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 日向になっていく。あー、移動だ移動。もともとイカ釣りはしてたんですよ。で、まあ、その一時イカ釣りにハマってた時期もあったし、イカを一時ずっと釣ってきて食べてたこともあったんですけど、まあ、最近その1年ぐらい前からキャンプを始めて、キャンプ場で焚き火をしながら干したイカを贅沢に食べるのがすっごく美味しくて、で
今ですね、鹿児島も緊急事態宣言が出てて、キャンプ場どこも閉まってるんですよ。なのでキャンプに行けなくって、今一応そのキャンプに行けるようになった時に、これから冬に向けてその干したイカをスルメにできたらいいなと思って、焚き火で焼いて食べるんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、で今の時期は釣れても大きくても手のひらぐらいなのかな、ちょっとサイズ的には分かんないんですけど、まあ、いくらでも釣ってきてって言ってあります。私最近ちょっとタップに興味を持ってしまって、タップってどうなんですかね。なんか来ました。ちょっとちっちゃいですね。なんだろう、カサゴ、アラカブか。内臓が出てきちゃってんな。まあ持って帰りますか。手のひらサイズ。さよう。来たー、やったー、ごまん。やりました、よかった。ちょっとちっちゃいけど、よっしゃ。結構上の方で食ったね。追いかけてくんのかな。ちょうどいいぐらいだ。ちょうどいいぐらいとか、ちょっとまあちっちゃいけどね。塩焼きか煮つけかな。なんかかかった。なんか来ましたよ。おお、引き出した。そこそこでかいんじゃない。おお、いいサイズ、やったねー。いいサイズゲッツ。結構いいサイズですね。やった、嬉しい。さっきまで、あ、ちょうど今カヤックが見えてきた。こりゃ釣れてないな、きっと。まあでもそんな毎回釣れるわけないからね。前回がちょっと良すぎたもんだからね。おお、イカでは、あ、イカも釣れてんの。一回、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 そうなんだ、釣れたんだ。大門ハタ2匹と、アラカブ1匹で、今の時期はやっぱりこのぐらいのイカになるらしくって、ちょっとちっちゃかったんですけど、もうせっかく釣れたっていうことで持って帰ってきました。なので、この小さいイカも使って料理をしていきたいと思います。今日は煮付けをしていきます。
にしてで、イカはもうちっちゃかったので、これなんていうんだっけ、イカそうめんみたいな、そうそうそう、イカそうめん、うん、イカそうめんにしました。で、アラは子供たちにだけ、ちょっと少ししか取れなかったので子供たちだけにあげました。はい、じゃあいただきます。乾杯。Your name as you shut the door behind you.